はい、今回はこちらですね。コルグのマイクロコントロールという楽器になるんですけども、こちらの方をハードオフで、1500円で、買ってきましたのでご紹介したいと思います。はい、ということでこちらが本体で付属しているものは、USB ですね。かなりもう汚くなってますけど、こちらの USB と説明書になってます。今回こちらのですね、ジャンクリューというのが、ここの青いシールが貼っているところの鍵盤が、まあ、効かないというふうなことになっているようです。まあ、その触った感じは、まあ、もともと他の鍵盤も通常時が硬いということで、評判だということなので、まあ、触り心地はそんなに変わらないかなと。ただ、これだけはちょっと、わかりますかね。落ち込んでるんで、まあ、これは多分、ダメかもしれませんね。で、ここも、普通に触れるので、おそらく音が出ないというふうなことでしょうか。また調べてみるとですね、この、ラインみたいな形で接触不良を起こすような、事象が大変頻発していると。頻発？うん。あるっていう風な話だそうです。はい。そんなジャンク品のこちらをですね、買ってしまったところはですね、これ自体がですね、2007年の商品になるんですけども、その当時、個人的に DTM にすごく興味がありまして、まあ今もあるんですけども、その時にこれが発売してですね、欲しいなと。でも高いなと。買ったところで弾けないし、ね、まあ、もしも、ね、DTM ができたならみたいな感じですけど、まあ憧れ、これも憧れだったんです。まあ、こんなね、パッドもついて、鍵盤もついて、調整とかね、サンプリングできてなんかかっこいいなみたいな、そんなと、当時のことをすごく思い出してます。それがまさか1500円で買えるということなので、まあ、ここだけちょっとショックですけど、他のところはなんとなくなんか直せれないのかなっていう期待も込めて買っています。はい。背面の方ですね。こちらペダル、USB、ミディのアウトとイン。で、こちらに、DC の 9V が書いてるんですけども、スイッチありますね。こちらバスパワー、USB のバスパワーと、あとまあ、こういったアダプター系と、で、後ろですね。よく見えないですね。電池でも一応動くようになってます。なので、大変優秀な電源供給、まあ、あらゆる電源供給で動いてくれる優秀なやつでございますね。それでは、まず動くかどうか確認をしてみたいと思います。はい、Mac の、ガレージバンドを起動して、USB で接続しております。バスパワーで無事、起動しておりますね。ライトの方も光っております。では、このまま、画面の方はちょっと、映らないんですけども、音が出るのか確認をしたいと思います。音が出てますね。続いて、音が出ないと言われる動画をしたいと思います。あ、出ますね。出ますね。出ますね。あ、無事出ております。また、強弱のペロシティの方もいけてますね。あ、これまたいい買い物しましたね。あ、いい買い物したな。
はい、以上こちらコルグのマイクロコントロール MC1 のご紹介でした。ジャンク品ということでしたが、無事動作もして安心しております。ただ、まあ、このあたりの、窓の、表示がですね、いまいち正常じゃない気がするのと、あとはまあ、こちらが多機能の割に僕はその、多機能なところをですね、動作確認するにはまだまだ、勉強不足でございまして、その辺はぼちぼち、個人的にしていけたらなと思っております。ご視聴の方ありがとうございました。